スピーカーキャビネットオレンジはイギリスのエレクトリックギター用 PA 用アンプの製造会社。特徴的な明るいオレンジの素材でキャビネットを彫っていることで有名。オレンジは1968年にロンドンでクリフォード・クーパーにより設立された。オレンジアンプと PA はここで製造された。当初は レコーディングスタジオとして始まり、ジョー・ミークが彼のバンド、ミリオネアーズで使用した、IBC ミキシングコンソールを特徴としていた。1968年秋、クリフは、ハッダーズ・フィールドに拠点を置くマタンプに、クリフのデザインによるオレンジ洋100、ワット級真空管アンプを発注。アメリカの工場は、米国市場向けのスピーカーキャビネットだけを製造し、真空管アンプは、 イングランド製である。オレンジアンプは当初ギター用、スピーカーキャビネットに合うよう、中、小出力のアンプヘッドであった。最も有名なアンプは、OR120 で、これは、文字の代わりに、各コントロールの説明を図案で示していたため、グラフィック、モデルと呼ばれた。あとの OD120 には、マスターボリュームをつけた、オーバードライブモデルもある。多くのアンプは、 イギリスのメーカーマーシャルやハイワットでの使用で有名な L34 真空管を使った出力回路に基づいており、これはアンプヘッドとスピーカーキャビネットの分離した形式で利用可能である。1970年代、ミキサーブはトランジスタ、パワー部は真空管というハイブリッド PA も製造。近年はベースアンプや他のオーディオアンプと同様の スピーカーとアンプが一体になったコンボアンプも製造している。1990年代後半から2000年代前半 AD15、12や AD30 といった全真空管アンプで大成功を収めた。永久回路で単一スピーカー、1 5ト出力の AD15、12は現在生産されておらず、強く求められている。近年には、 AD30 を独立にチャンネル化した AD30TC モデルが発売されているが依然として大きなコントロールノブを持つシングルチャンネルのモデルを探し求めるユーザーも多い。オレンジは2001年にトランジスタ回路のクラッシュシリーズを発表2004年には新たなロッカーシリーズを発表したこのシリーズは5つの異なるモデルからなるロッカー30は 増幅管を2本使用した永久回路で伝統的ブリティッシュロックサウンドを実現。1X12 サイズのコンボで入手できる唯一のアンプである。ロッカーバーブは同様の回路だが追加のゲイン部を追加し、より強敵サウンドになっている。両方リバーブ付きである。ロッカーバーブは 50W ヘッドと 100W ヘッドが用意されている。2006年。 新たな2機種を発表。使いやすさと高音質、低価格で人気を博した、小さく持ち運び可能なタイニーテラーと、200ワット、内蔵アッテネーターを備え、より現代的用途に向けた、サンダーバーブ200である。後者は50ワット出力のサンダーバーブ50という、小型のタイプも用意された。オレンジカスタムショップは、ハンドワイヤードの真空管アンプを設計。 製造している。ありがとうございます。